鮮度を渡る、ファミリー世界に感動を与える。今季で指揮官を退任するユルゲン・クロップ監督のラストマッチとなったウォルバーハンプトン戦で、本拠地アンフィールドのピッチに選手の家族が下り、遠藤も愛息3人、マナ娘1人の計4人の子供を連れて集会した。父親を先頭にそこへついて回った子供たち、一番背の低い三男から最後尾の長男が綺麗に並んでカットする光景は一際目を引き、海外ファンを中心に反響。海外メディア、チック、アクセント、遠藤航の子供たちが皆に感動を与えた、興味深いものだったと、熱視線が送られている。規律を乱さない振る舞いを、4人の子供たちは、ファンに敬意を表しながら、きちんと整列した父親を追った。それは、両親から彼らが吸収した価値観を象徴する瞬間だったと紹介。自由気ままな行動に出ても、不思議ではない状況とあって、規律を守る子供たちの姿が話題となった。子供をこんな風に育てたい、可愛すぎる、子供が有望すぎる、日本の未来は明るいな、自分だったら走り回っちゃう。遠藤の奥さんは偉大、素晴らしい。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。